はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エイキブログです。またのしな、なにどうやって始める。エイキブログです。にゃーって何、猫になったの急に急に猫になりたくなったの。エイキブログです。にゃーって何急に猫、みんなびっくりするよこの人急に猫やったやんってちょっと静かに何回 YouTube 撮ってたの。あれテイク2撮りますか。テイク2私たちは今日アジサイを見に来ます。これ合ってるか分かんないよ。あ、間違えた、やべ、はい、間違えた。はい、おめでとう。間違えた、道間違えた。大丈夫。今日はアジサイを見に来ます。愛知県に有名なアジサイのスポットがあって、わかりません。これ出口、出口に行って、あっち特セントリアの空港行っちゃうから、こっち。何が原因かわかるレナが猫のモノマネをしたことが原因だよドライブウェイみたいなのが、はい、今日はアジサイを見に来ます。はい、行きましょう。はい、やってきました。三ヶ根山、うわアジサイスカイライン。もう早速アジサイ咲いてるじゃん、両側に。やっぱ本当に左と右側にめちゃめちゃ咲いてる。綺麗だね。うわ、こう見るとアジサイって綺麗だね。ちなみにいろんな色があるでしょ。なんでこんないっぱい色あるんだろう。だってピンク、紫、青、水色。知りたい？虹色だね。それが土地によってその 何の塩分が入ってるかによって色が変わってくるらしい。そうなんだ。そう、なんでそんなこと知ってんの。え、アジサイ博士そう、そうだよ。じゃあ自分が食べてるものによって色を変えてるってことだね。なにあれ、もうボロボロのあれ、お化け屋敷。確かにお化け屋敷っぽいのがある。お化け屋敷。うわ、海見える。本当だ、太平洋。すごい綺麗だね、ここから見ると。うん、ちなみにこの車で楽しい？ワインディングロードを走るの。メルセデスの CLA っていう車を今日はね借りてます。4人乗りの4つのドアがついてる小さめのスポーツセダン、クーペセダンスタイルなのかな。なんか意外とかっこいいなと思って。そう、クーペみたいなシュッてなってるから、上には CLS がいます。わからないよね、もうの、いいだね。あれ8時から8時420円。はい、はい、ありがとうございます。入場券ゲットしました。これもなんか写真がついててかっこいいね。ここは山頂って書いてあるよ。三ヶ根山スカイラインの展望台かつ山頂。景色すごいね。景色も綺麗だね。でもなんかアジサイはちょっとピークが過ぎた感じがする。ほら、こことかちょっともう多分ピーク終わって、うん、めちゃめちゃ青なやつ。すごくない、この青。これが好き。うわ、これ綺麗じゃん。半分緑。あ、そういうことか。こっちにこっち。そうだ、ここスタートでこれ第2レベル。そう、これ第3レベル、進化系でこのちょっと青になるとちょっと終わったおじいちゃんかな。おじいちゃん、おばあちゃんかな。種類違うよ。アジサイ博士によるとあれとこれはスリルが違うらしいです。すみませんアジサイ博士がそう言ってるんで間違いございません。アジサイ博士じゃねえぞ。わかんない、ここ1個でかいやつあるよ。ほんとだ、こいついたんじゃんこいつ周りに合わせたくないっていうタイプ、ね、自分はレナみたいなタイプだね。そう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 。ということでここからどこに行きますか。アジサイの里。えあの、そんな皆さんアジサイ見たいですか。今チャンネルを離れた人は何人かいるよ。なあなあなあ、大丈夫大丈夫。じゃあここからはレナさんの運転で行きましょう。アジサイの里へに。あれ10分だよ、ここから。いいよ、じゃあレナさんの運転で。はい、というわけで右。ウィンカーはどこ。いやいやいや、外車だから左。ドイツ人。はい、ドイツにいた時を思い出して。おお、もうちょっとそっちこっち。あ、終わりだよ。出てきた、三ヶ根山、スカイラインかな。はい、今後ろから車に追われてます。そうだよ、前だにやだよ気にしなくていいよ。レナは焦ると
真っ白になってテンパるから、そう、何も気にしなくていいよ。以前の動画にコメント欄で視聴者が教えてくれたことが、あーおーおいレナ社長運転が荒いね知ってるよ。視聴者の方がねコメントで教えてくれました、ベンツっていうのは違いますよって、どういうこと、メルセデスって言ってくださいって。あ、ドイツ語だと誰もベンツと言わないよ、メルセデス。間違えてましたね僕らね。赤色、あ、これ左、嘘、ブレーキも荒いですね社長。そうだよ今伝わったと思うけどこうなったよ。In 100 meters, slight left. あ、着くぞもう。Your destination will be on the right. いや、そっち、そっち。はい、アジサイの里片原温泉入りました。入ってきました。うわ、すごすっごい世界だよ、これ、はい、上に着いた。お、広いね。ここ皆さん、ここの池だけだと思うじゃない、上の丘の上にもアジサイびっしり咲いてる。そうだね、タカがなんか、うん、またいる、うん、ネイチャーに戦ってるね。大丈夫だよ、虫だよ、日本の虫何も悪いことできないよ。いや、分かんない、マラリアとかにもなれないし。よし帰ろう、虫がちょっと俺を攻撃し始めた、帰ろう。ああ、タカ、アジサイに囲まれてる。何をやってるのか、限界、足が痒くなってきた。もうイマジネーションで足が痒くなってきた。完全にもうやばい、完全にイマジネーションだよ。足がもうムズ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 してる。はい、というわけで車に戻ってきました。このまま家の方まで帰ろうかなと思います。お、左、え、いや、わかんない、いいよ、いいよ、ねえ、なんか、いや、もうめっちゃサボってるよ。反対に、反対だよ、反対、もう 100% 反対。あ、レナさん、あのやつがもう諦めてる。レナさんお気づきですよね、これいつもレナが間違えてますよ。いや、 U ターンして、 U ターンしないとまた俺が怒られてるっていうね。これもうよくわかりませんよ、これが、わかります、これが鬼嫁ってやつですよ。私は天使嫁だよイエあの、海外で鬼嫁とかってある言葉あるのかな。日本だとさ、鬼嫁ってのあるじゃん。海外はなんていうの、そういうの。わかりません、ないよ、そんな概念。パワフルワイフみたいな。そうそう、その鬼嫁の概念がございません。あ、ないんだ。あ、じゃあ日本なんだ、こう奥さんのパワーが年を追うごとにパワフルになっていき、旦那は虐げられ、物が言えなくなり、ご飯が喉を通らなくなり、ガリガリに痩せ精神的に参り、おお、たか、かわいそうに。そう、鬼嫁ですよ。はい、私たちはこの動画をここで終わりにしたくないけど、ここで終わりにします。レナさんのイメージ最悪だよ今動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。また次の動画で、そうそうそう、会いましょう、okay. バイバーイ。